当に10年ぶり、いや14年ぶりになります。大学生以来からここにやってまいりました。いまだに34歳シナリオライター、独身仮面ライダーブラックを歌い続ける男、長男です。どうもよろしくお願いします。あ、長いものでした。いや、あれまだ続いてるとは思わなかった。というかもう違うサークルみたいに人がいて、我々の時は同世代4人だったとか、まさかの60人超えという、もう飲まれてます。私これが現代だと、未来ってこんなかと思ってるんですけど、今完全に何を喋っていいかわからない状態、意外にテンパってるんですが、ただ皆さん仮面ライダー好きですか？ありがとう。安全ピンがないとコレステロールで飛んでいってしまいます。故にベルトは安全ピンで止めています。10年前は負けました。10年後は負けませんでした。これが時間です。ちょっと多分、引いてます。引いてる、これ。あ、マジで。いや、お母さんそんなわけないと思うんで。空間ができてます。あ、ここの真似。気づかなかった。俺には見えんだよね、ここに今ね。ここに石森先生でしょ。ここに手塚先生でしょ。今、俺には見えてんだけど、あ、いねえ。死んでる。あ、そうか。ごめんなさい、なんか変なスペースできてるんですけど、心に悪いんで一歩前に詰めてもらっていいですか？この人30歳で仮面ライダー歌ってるんだなみたいな、そのちょっと壁を感じるので、一歩前に皆様進んでいただいて。そう、前来いよ。ないぞ、30歳で仮面ライダー聞かされること。歌うこともなければ聞かされることもない。コレステロールなんだからしょうがない。ね、だってお肉大好きだもん。あー、そうね。いや、しかしこう10年の歳月を経て、帰ってきたんですけど、前はですね、仮面ライダーブラックのみを歌うということで我々やってきたんですけども、やはり帰ってきたからにはパワーアップをしなければいけないということで、今回は平成ライダーも歌わせていただこうと思ってます。まあもう歌ってきてるね。そうで、お子さんのいる方もぜひ一緒に楽しんでいただければなと。見てるでしょ、みんな仮面ライダーエグゼイドぐらいと思いながら。世代は多分子供の時仮面ライダーファイズだったと思う。これも歌っちゃおう。平成2曲を続けて歌わせていただきたい。みんな最後まで付き合ってくれるかな。ありがとう。じゃあ最初にエグゼイドを行かせてもらおうか。たかし頼むよ。感情この予感は残業日に満ち
知ってるよ。
そのさ、上げて落とすのはやめろ。声援が、声援が年寄りでしょ。マジで大丈夫？メガネの話じゃないの？いやいや、いやー疲れてるんだよ。あのね、目下の敵はね、ショッカーと戦うことよりも今俺腰痛とコレステロールの方が敵だからさ。いやー強いね、腰痛あとコレステロール。いやーすっかりのメタボになりましたけども、どうですか皆様、今日はお楽しみいただけてますでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。残念なことにですね、我々次で最後となります。まあ放送時間は30分で決まってるからさ、仮面ライダーは。いや、VTR だ。ありがとうみんな優しいね。みんな優しい。みんな優しいよ。だって次プリキュアだって乗ってくれた時、ちょっと俺心がフンってなったもん。あ、この人優しい人だと思って。いやー、そんなわけでですね、まあ木田さん今日久々に会ったわけですけど、たった30分でお別れになるのは大変寂しいですが、まだまだ普通のライブみたいなこと言ってんなこれ。まだまだね、今日はね残り何バンドかあるので最後までぜひね楽しんでいただければなと私は思います。はい、というわけで、ARM の確認でいきますと、飲み会が終わるまでがライブです。皆さん最後まで楽しんでいきましょう。はい、よし、なんかちゃんとやった気がするぜ。このまま最後までいこうか、歌詞。じゃあ最後の曲聴いてください。仮面ライダーブラック RX